仲良かった子がいて、でその子が私に送ってきた動画なんですね。まあ、たまにああいう人形を写したような動画を送ってきたりして、で私も同じように動画を撮ってあの子に送ったりして、ちょっとしたゲームみたいな感じで、まあ、面白がってやってたんですけど、あんた学校はもう9時過ぎてるでしょ。行かない、今日は休む。何、体調悪いの？熱は？しんどいんだったら寝てなさい。今の？お母さん学校好き？学校嫌い？お母さん、
悪いな。友達とかと待ち合わせとかしてた？誰も待ってない。そっかそっか。あ、私大塚って言います。私は平井里奈、よろしくね。あなたみたいな若い女の子とか、まあ家に帰りたくないっていう、まあ、事情がある子とか、こういう遅い時間にまあ。いたりするから、私たちで声かけたりしてるんだよね、うん、あなたお家は？家出てきた。そっかそっか、なるほどね、うん、じゃあさ、もしよかったらなんだけど、こう私たち、まあ、ちょっとこの近くに古民家みたいなところがあって、あなたみたいなお家帰りたくないっていう子とか、まあ、なんか事情があったりとかね、そういう女の子たちが、まあ、ちょっと泊まったりとかしてる場所があるんだけど、うん、あ、このお姉さんもね、りなちゃんも昔帰りたくない結構長いこといるよね。そうですね、うんうん、だからもしあなたがちょっとでも安心できるんだったら、まあ、よかったらうちに来ないかなって思うんだけど、どうかな。誰が送ったのっていう。